麒麟ラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通った麒麟レモンがお送りする麒麟ラジオ劇場スペースロマン、横山光輝原作、鉄人28号、脚色長島直樹、出演伊武雅之、高橋和江、富田光生、中村修正、その他の皆さんです。鉄人28号は世界的密輸組織 PX 団に連れ去られてしまった。少年探偵金田翔太郎は鉄人を奪い返すべく後を追った。PX 団は海岸線をずっと走ってますね。国外に逃げるつもりなんじゃろう。おお、翔太郎君、あそこの海岸に集まっている連中はどうやら PX 団のようですね。よし、なんとか取り戻してみせる。腕が鳴るわい。所長さん、危ない。連中僕たちに気づいたようですよ。おっとっと、危ない。 1,2 の3で飛び出しますよ。よし、 1,2 の3、それそれと、よし、僕あいつらの後ろに回りますから、所長援護してください。うん、大丈夫か。大丈夫です。しめしめ、あいつら僕に気づいてないぞ。翔太郎は岩陰から飛び出した。おとなしく手を挙げろ。何、おう、いつの間に後ろに回ったんだ。僕は銃の腕を知らないな。見てろ。しまった、よし、鉄人で。 No、 それよりもう潜水艦が来る。早く鉄人を連れて逃げよう。わかった。その時 PX 団の潜水艦が姿を見せた。へい、急げ。いけない、逃げられてしまう。そうだ、あの操縦機を壊してしまおう。翔太郎は銃を丁寧に構え、狙いを定めた。白覆面の怪人が持つ操縦機に見事命中。鉄人28号は動くのをやめ、海に倒れ込んだ。しまった、機械を壊された。くそ。おい、操縦機はまた作ればいい。早く逃げるんだ。鉄人28号は引き上げられ、科学研究所へ運ばれた。翔太郎は四季島博士に詳しい事情を聞いていた。いやー、何しろあの時はひどかった。生き残ったことが不思議なくらいだったよ。あの小さな島がアメリカ軍の執拗な爆撃を受けたんだ。我々は地下の一番深いところで研究していたが、あの凄まじい爆撃のために壊れてしまった。漏れて死んだ。だ、私だけが生き残り地上へ。死人の山、そう、まるで地獄
憶のような恐ろしい光景。私は気が遠くなった。気がついた時、私は近くの原住民に助けられていた。十数年戦争の終わったことも知らず、その島で過ごした。そしてから撒かれたビラを拾い、戦争が終わったことを知り、日本へ向かう飛行機の中で鉄人のことを知ったのです。鉄人、私の他に誰か生き延びたものがあったのだ。鉄人の作り方は我々しか知らなかったのだからな。生き残った研究員、あの白覆面の怪人がそうですね。多分そうだろう。敷島博士、鉄人の分解準備ができましたぞ。おお、翔太郎君もいたのか。ええ、じゃあ早速分解していただいた方が。うん、いや、このままだといつまた PX 弾が来るかわからないからな。敷島博士、翔太郎、大塚所長は科学研究所の鉄人28号のもとへ急いだ。よし、分解にかかるぞ。ライトのスイッチを。さあ、早く。その必要はない。何？あ、前は PX さんも。そう、おっと、動かない方がいい。ここにいるのはみんな我々のメンバーですからね。いつの間に。せっかく手に入った鉄人28号だが、再び PX 弾の手に渡ってしまった。キリンレモン、渚のイメージトリップ。グラスに透き通ったキリンレモンを満たし、渚の心はたちまちうつくし、イメージの旅に出発進行。そっと目をつむると見えてくるんです。小さな町の端から向こうの丘にくっきりとかかった美しい虹が。あの橋を渡ったところに幸せがある。そう信じていた私でした。この虹の橋を渡るとどんな音がするんでしょうか。都会には1年に1回か2回しか虹が見られません。でもキリンレモンを飲むといつでもその虹が見られるかもしれませんね。作者横山光輝さんのサイン入り鉄人28号放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場スペースロマンの係までハガキでお申し込みください。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。